メンタリスト大吾 VS 田村敦史どう思う。これあれ俺もう今触れたくねー。自己顕示欲も人間の大事な欲やん。褒められたら嬉しいやん。人間の欲、欲のままに生きよう。欲って大事なんだから。で、あのヒカキンさんが出した味噌菌かのアクリのミソルね。正直に言うとね、ヒカルめっちゃおもろいやんと思った。食べ物の話しただけでもあんだけ荒れてさ、おかしいやん。絶対向いてないやん俺。ホイさんにお任せしますよ。適材適所ってありますから、もう本当に生配信はホイさんですよ。俺も社長として声に負けてられんって頑張ってたけどできませんでした。社長が絶対辞められないものって何？女の子まああとこう有名になりたいとか、あと海外旅行でも辞めれんね。もうずっと同じ場所に置くこと無理。同じ家に半年間以上住むこととかも無理。まあ半年も無理やね。3ヶ月じゃない？もう一箇所の場所に置くってのはもう無理。自己顕示欲。ああ、それもまさにそう。ああ、もうそれ。自己顕示欲。それはもうやめれんね。そういう人間やもん。でもさ、自己顕示欲とか承認欲求が強い人を見ると、それってええー、みたいな、承認欲求強すぎとか、そういう風に言う人おるやん。そういう風潮やん。日本って。けど、俺、それすごいダメっていうか、自己顕示欲も人間の大事な欲やん。褒められたら嬉しいやん、みんな。僕も褒められて嬉しくない人おる。すごい、社長、DJ 社長、木本くんすごいって。みんな褒められたいやん。それ、もういいやん、褒められたいで。なんで、お前、褒められたすぎとかってさ、みんな褒められたいよ。認め、もういいやん、そんなにその欲のことをバカにせんで。って思う。だってみんな食欲ある。俺も食欲は食欲は、それに対して食欲ばっかとか弱いやん。睡眠をいっぱい出たいんだって、それバカにせんやんね。大事な欲よ。迷惑系みたいな方向に行かなければねって話ね。あ、そりゃそう。そりゃ大事ですよ。迷惑系やって褒めてくれる人なんている？ヘズマリュウとかみんな知っとうけど好きな人見たことないもん。ヘズマリュウのファンとか見たことない。ファンがおらんだね。大事。有名だったってね、あんなに嫌われてしまったらもう仕方ないでしょ。俺は有名になりたいだけじゃない。疲れたいんだけ迷惑系なんかなら。俺が炎上した時は大体悪気ないやつやけど、基本的に。あーね、カレーポリス、これ怒られるんやみたいな。作っとう時はもうめちゃめちゃ英語やってくる。インド人と一緒に。で、これ面白いよねとか言って。で、インド人もめっちゃ面白いよそれとか言って、一生懸命インド人を笑わせようと作った曲が怒らせるっていうね。有名になると大変ですか？有名になるとね、いいことが、まあ、100個ぐらいあって、大変なことが10個ぐらいあります。どっちを取るかですよね。その10個はもう俺性格的に絶対無理っていう人は有名になるべきではない。けど基本的に有名になっていいことと悪いことで言うとめちゃくちゃいいことの方が多いから、もう一時一個一個説明するのも分かると思う。けどやっぱ生配信ね、反省してます。実は切り抜きがすごい伸びるようになって、 TikTok とかでね、生配信で切り抜きが伸びる伸びる伸びるってなったら、やっぱこれ再生数伸ばしていかないかんやんね。レペゼンの勢いを出すためにもね。で、本当に今レペゼンの切り抜きがすごい、レペゼンの切り抜きがすごいって会う人会う人、まず街で声かけられる人も、本当に切り抜き回ってきますめちゃくちゃって言われるけ、素材を提供せななと思って、何を発言したら切り抜きが伸びやすいかみたいなのとか、ちょっと荒々しく言ったりとか、いやもうこれもちょっと言い訳っぽく聞こえるかもしれないけど、何にも考えずに発言しすぎた。よくない、うん、俺はだけ決めと、もうファンに向けて、ファンに向けて生配信する。ファン以外の切り抜きのあれは恋とかの方が得意やしね、うん、俺は俺の得意分野がある。 YouTube とか誰々を救いたいとかさ、俺の得意分野があるんですよ。俺は俺の得意分野でやります。でーみたいな生配信もちょっとなんかね、得意分野じゃないなって思った。あの食べ物の話しただけでもあんだけ荒れてさ、おかしいやん。絶対向いてないやん俺。健康の話しただけであんなに荒れることある、おかしいよね。こんなに言われるみたいな、俺はそんな悪気はないわけよ。そんなに激しくも言ってないけど、コメント欄とかがさ、お前偉そうだ、なんだあかんだ、うわーみたいに言われて、あ、よくないと思ったけど、俺的にはね、健康の話してさ荒れるってさ、やべえなって思ったよ。だって俺カップラーメン食えって言ってたらさ、お前健康のこと考えるって言われ怒られるな。逆、わかるわかる。俺が絶対タバコ吸えとかさ、体に悪いことを推奨しまくっとってさ、それで荒れるならわかるけど、健康って大事だよって話よ。いや、もうこういう不健康なことやめようねみたいなこと言って荒れるってさ、相当俺センスないよね。あ、そう、スポーツの話も荒れとったわけよ。俺運動神経自信があるわけよ。で、やろうと思ったことバンバンガーって。俺は子供の時から何かになりたかった、何かでトップを取って何でもできそうな気がしとったよね。俺すごい運動神経も良かったけ、サッカー選手にもなれるし、サッカー選手になるべきかな、漫画家になろうかな、お笑い芸人になろうかな、本当にそうやって思って生きとったじゃん子供の時。何になったら一番いいんだろう、で社長って決めて、お金であれば何でもできると思って東京に来て会社立ててみたいなことをやりよったわけよね。そういう話をしたわけよ。
めちゃめちゃ荒れたわけよ、コメント欄。お前スポーツなめんなみたいな、バカにすんなみたいな、お前なんかが野球選手になれるわけねえだろみたいな、サッカー選手になれるわけねえだろみたいなこと言うわけよね。いやでもそう思っとうやつはなれんよって言いたかったっちゃ俺はね。そうサッカー選手になっとうやつはまれなくサッカー選手になれるよと思いながら頑張っとうわけで、サッカー選手になれるわけねえだろって思いながら、まあまあいいやっていう言葉みたいな、めちゃそれも荒れてさ。でもさ、俺がなれるって思っとう分でそんなによ、ね、よっぽどセンスないやろ、俺あの配信のギャグとかね、あのファンに向けて喋るのは得意やけど、そっちにしようと思って、もう大衆に向けて喋るのは YouTube で喋りますよ、生配信じゃなくて。おいさんにお任せしますよ、適材適所ってありますから、もう本当に生配信はおいさんですよ、勝てませんよね。うん、おいの切り抜きが回りすぎてさ、すごい俺にもできるかなと思ってさ、ちょチャレンジしたわけですよ。やっぱ全然違います、厳しいっす。生配信の時代が来るかなと思ってたんですよ僕。今まで YouTuber の時代来てたじゃないですか、だから YouTuber になろうと思って YouTuber にね、あやかってさ、一生懸命知名度得ましたよ、ね、あ次から生配信の時代来るなと思って、生配信の力入れてまたこうやってね、 あやかってみたいな、まあ、考えてました。あ小泉さんもすごいしみたいな、俺も社長として声に負けてられて頑張ってたけどできませんでした。うん、ということで1週間に1回水曜日にファンとかに向けてダラダラ、もう激しくないぐらいの生配信しようと思います。ゲーム配信とかいいかもね俺、うん、ゲームやりたいんよね俺、全くゲームせず生きてきたわけよ俺が今までやってきたゲームって、なんもなくて、俺結構 RPG なんですけど、でもそういうのやっとる時間もないで、でもう生配信しながらゲーム実況してしまえばみんなと一緒に楽しめるやんね。たまにはやっぱゲームぐらいする余裕がないとね。社長の昔の荒野行動の YouTube 面白かったよ。そうああいうのね、もう何も分からんけんあれができるよ、何も分からんかったけん、多分ああいう実況動画になったよね。逆に時事ネタ触れていこうぜ、これが危ないよ、時事ネタ触れると荒れるよ。時事ネタなんかある、試しに1個だけ触れてみよう。あ、来た、ミソルについて。はい、ミソルね、あのヒカキンさんが出したミソキンかのパクリのミソルね。正直に言うとね、ヒカルめっちゃおもろいやんって思った、あの普通に。いやもう俺ヒカルってこんな面白いことできたんやったら、できたんやって言ったら、センスあるよね、あのパロディーが。あと速度感。普通さ、思いついても形にせんやん。爆速で1、2週間で。だけどめっちゃおもろいと思った、俺普通に。でも、ヒカルくんのコメント欄、TikTok はめちゃくちゃ荒れとったわけよ。あ、お前のハンバーグの方がどうのこうのとか、2番線時期だとか、はい、ゴミとかで、コメント欄めちゃくちゃ悪かったわけよ。けど、面白いやんって俺は思っとった、普通に。コメント欄どんだけ荒れとんのと思って。多分、視聴者層が違うのか、あれが面白いと思う年齢層、俺らは面白いけど、まあヒカキンのファンからしたら面白くないのかな。だから俺はあれを面白いと思える人と感性がある。あれにブワーと怒ったコメントあったわけよ。本当賛否を両論と書いてあったけど、えこれで怒るやつおるんやみたいな、なんかって思ったけど、まあそっちの感性俺持ち合わせてないけん、そっちの人向けのことはできんのよね。この今配信見とう人の中に、あのミソルマジ許せんわみたいな人は俺と感性で多分合わってないのかもしれない。うん、あれってテヘンがやっとったらそんなにミソじゃないよ。ヒカルがやるけん、俺ちゃん、お前拡散力あるやんみたいな。ああいうのは普通テヘンがやることだよ。あの拡散力とあの数字持っとう人があんなに堂々とヒカキンのことパクるけんおもろいよね。しかも一切笑ってない、もう一つの夢だった、ラーメンを作りたかったって、絶対嘘やみたいな、俺絶対ラーメン作りたいなんて思ったことねえやろみたいな。じゃあ次の人事ネタいく。メンタリスト大吾 VS 田村敦史どう思う。これあれ俺もう今触れたくねえ、どっちも好きやし、割とどっちも会ったことあるし、これはくれません。